クワナ城の石垣ク名ナ藩は、江戸時代に伊勢国ク名ナに存在した藩。藩町はク名ナ城。越後国の中部にも領地があり柏崎陣也が統治した。滝川和正ク名ナは、中世より、十学の都と呼ばれ、商人の港町と交易の中心地として発展した。永昭12年頃の連賀市、総長の手記では、港の広さが5、6町。 寺寺でらイエいの数が数千件、停泊する数千層の船の明かりが川に移って、星のきらめくように見えるとある。伊勢国はやがて、織田信長の支配下に入り、桑名には、信長の家臣、滝川一益が入るが、一正は、長島城を集築して、巨城としたため、桑名城は、家臣が守備した。滝川は信長没後に、橋場秀吉と対立して没落し、 信長の次男、織田信夫の支配下に入る。天正十八年の小田原征伐後、伊勢国を支配していた信夫は、秀吉の駿河天保の命令を拒絶して開役され、伊勢国は豊臣家臣が分散して入法することになった。桑名には、天正十九年に秀吉の家臣、一柳直盛が入法し、規模は小さいが、築城も行われている。文禄四年からは、 かつての西見の三人衆として、信長の下で有名を轟かせた、氏家直元の次男、氏家幸弘が2万2000国で入った。慶長5年9月、関ヶ原の戦いで幸弘は西軍に組みして、桑名城を守備したが、西軍が敗れて壊滅したため、戦後に徳川家康によって改役された。初代藩主、本田忠勝慶長6年1月1日、 上ズ大滝藩より、家康不代の重臣、本田忠勝が十万国で入ったことにより、桑名藩が立藩する。忠勝は徳川四天皇の一人としてその武名を天下に轟かせた猛者であり、後代に武田信玄や織田信長らから称賛されたという伝承が成立した武将で、桑名藩の歴代藩主の中で最も有名な人物である。忠勝は、 関ヶ原の戦いでは本戦に参加して武功を挙げるなど武勇ばかりが際立って目立つが、反省では、慶長の町割と呼ばれる大規模な町割や城郭の増改築などを積極的に行って、今日まで続く桑名市街の基礎となり、さらに東海道宿場の整備も行われて、実質的に桑名反省を確立した名君でもあった。慶長14年、忠勝は居して、 着男、本田忠政が第二大藩主となる。大阪の陣では徳川方の先鋒として参戦し、大阪方の鈴木田だかや毛利勝ながらと激戦を繰り広げた。また、大阪の陣後、家康の孫娘で豊臣秀頼の正室であった千姫と、忠政着男の本田忠時が婚姻したこともあり、現那三年七月十四日に忠政は先の武功により、 最国のおえとして、針馬姫寺藩15万国に火蔵違法され、ただ時は千姫の四分領として10万国を、ただ時の辞典、本田正友が5万国をそれぞれ与えられて、針馬に違法となった。本だけに代わって、家康の威府典である松平貞勝が山城伏見藩5万国から6万国火蔵の11万国で入った。現那6年には、 伊勢長島領七千国を与えられて十一万七千国となる。貞勝は、寛永元年三月十四日に死去し、第二代藩主は、次男の松平貞行が継いだ。この際に七千国を、弟の松平夫さんに分与したため、再び十一万国となった。貞行は、水道の設置、浄水道工事、浄化における湿地の開拓による、 三崎神殿の開発などに尽力したが、官営十二年七月二十八日に十五万国に加増された上で、伊予松山藩に違法された。このため、美濃大垣藩六万国より佐田行の弟、松平佐田綱が十一万三千国に加増されて、入る。佐田綱も、神殿開発や、推理の整備、家臣団編成などに尽力使命訓としての誉れが、高く、 実際のク名ナ繁祖は、佐田綱であるとも言われており、実際に、鎮国公、鎮国大名人として祀られている。しかしク名ナは、洪水が相次ぐ場所で、慶安三年の大洪水では6万4000国もの被害をもたらす大惨事となった。慶安四年十二月に佐田綱は没し、第四代藩主には、次男の松平忠史が、 上元年2月に就任するも、病弱のため、明暦3年7月に死去した。このため、伊予松山藩より養子として、松平正枝が第5代藩主として入る。この定住は53年にわたって、桑名を支配するという長期政権であったが、この時代には、天才が相次ぎ、天名元年、天名3年、上京3年、元禄3年、元禄8年、玄 元六十四年、法永四年と立て続けに水害が発生し、火災においても、漢文五年、元六十四年、元六十五年、法永四年と発生した。このため家臣の言及やリストラが頻繁に行われたが、定住は八国三人口の小物であった、野村蔵衛門を軍隊に抜擢し、野村は倹役令や、神殿開発など、反省の再建に敏腕を振るった。これは、 大成功だったが、不大の家臣団の志士を買い、法永7年5月29日に野村は死罪に処された。そしてこの騒動が幕府にも知られるところとなり、うるう8月15日に定住は越後高田藩に懲罰的な違法を命じられた。奥平松平家の家門次に藩主となったのは、奥平松平家の当主、松平忠政で、ビンゴ福山藩から十万国で入った。 この奥平松平家は、徳川家康の重臣、奥平信政と家康の長女、亀姫との間に生まれた四男、松平忠明の系統である。奥平松平家は元六四年に忠政の祖父、松平忠広が、道のく白川藩をもだった時に、白川騒動と称されるお家騒動を起こして五万国削減と、過労の処罰。 では山形藩への左遷違法など処罰を受けていた家であったが、忠広の後を継いだ忠政は、中高の名君として学問の振興や寺社の改築などを行った。延長三年に忠政は死去し、四男の松平忠時が第二代藩主を継いだ。この忠時の時代に法歴治水が行われて、薩摩藩では平田幸恵か病死者三十二人、 自殺者52人を脱して、幕府と桑名藩に対する怨念が残った。ただ時は、明和8年に隠居し、次男の松平忠だ刑が、第三大藩主となる。この時代には、天明2年に4度の洪水が起こって被害が大きく、それに連鎖して、年貢減免を求める百姓一揆も起こる始末で、犯罪性も悪化した。天明6年に、忠が死去すると、家徳は、 無効用紙で、紀州徳川家の出身の松平正志が第四大藩主となり、完成期に、学問の奨励を中心とした改革を行うが、病弱のため、完成5年に隠居した。第五大藩主には、中高の実定、松平忠和が次、学問の進行を行い藩校、新治む館を創設した。今日は2年に忠和は死去し、家督は、 越後与よいた藩から迎えた無こう用紙の松平忠し、翼が第六代藩主を継いだ。中翼は文政四年に死去し、長男の松平忠行が第七代藩主を継いだ。そして、文政六年三月二十四日、中行は武蔵忍藩に違法を命じられるが、これに反対する一揆も起こるほどだった。これは、藩が農民から公金を預かり犯罪性の女性に、 当てっていたが、突然の違法命令で返済できぬままに、忍に移ろうとしたためで、藩は、豪商の山田彦右衛門に肩代わりしてもらって、共に、御師藩に移った。しかし、違法準備の最中に一期が起こったので藩士も、農民も動揺し、農民一期で、庄夜は二十も襲われ、一期の鎮定には、周囲の藩から援軍を得て鎮定して、一期の首謀者は処刑された。 この引っ越しの移動では、漬物村や、墓石まで持って引っ越す家族までおり、忍ぶに12日から13日かけて、ようやく到着しても、武士やその家族が住むための家の数が足りず、やむなく共同生活を強いられて、人々は、桑名時代の愚痴をこぼしたという。これは、奥平松平家が、白川騒動で5万国を削減されていたのに、家臣の数を減らしておらず、 おし藩をもだった安倍家は、家臣が391人だったのに対して、奥平松平家は、その3倍も存在したからであり、藩では、大あてで、住居の増設を行ったが、このために、奥平松平家は、桑名時代の借財から、引っ越し費用、引っ越し後の費用で合計して10万両以上の借財を築き上げた。違法を望んだ、松平定信三方を徳川へ代わって、 道のく白川藩から松平定長が白川藩の飛び地である越後国柏崎の所領とともに合計11万国で入った。この日久松松平家はかつて桑名藩主であった定住の系統であり、定長は完成の改革を行った老中主座で白川藩主であった松平定信の客難である。この所領会は隠居していた定信が藩祖、 貞綱以来の先祖の地であるクワナに戻りたいという願望があり、かつては、孫悟事件で貞信ノブと対立していた、将軍、徳川家成も、完成の改革の功労者であり、老中であった貞信ノブに対する法恩として動いたという。これに対して、クワナ藩主として113年間も就任し、民心も反省も安定して、墳墓もあり、 さらに左遷されるような致命的な失勢もなかった、奥平松平家の藩主、松平忠史行は、なんとか、この違法命令を撤回してもらおうと裏工作を、行うも、将軍、家なりの力が動いておりどうしようもなかった。しかもそれまで、惜し藩主であり、中行同様に失勢もなく、忍ぶに旧代155年もいた、安倍正史県が白川へ移るという味方外であったため、 江戸では、という落衆が流行ったという。これは、松平定信の意向と存在が当時は絶大な、ものであり、両家は、逆らうこともできなかった。この国替えの際、白川藩では、家臣一同が大いに喜び合い、赤藩を大いて祝ったと言われる。理由は、先祖代々の墳墓の地であり、故郷に帰還できるためと、寒冷の厳しい白川から温暖で物なりも良い。 クアナであること、京都や大阪に近く東海道の要衝として、繁栄していること、クアナには、良好がありかいの幸の恩恵がありこれは、九州松平家にとってはお得かいと言われた。ただし、白川藩時代に、久松松平家は1万4千両、そしてこの野放に伴う、処刑費が9万両かかって、借財は10万4千両になり、藩財政はますます日の車になった。 一方でこのク名ナへの違法に関して、松平定長や白川藩の家臣は、処罰同然にク名ナに違法させられた、という逆の説も存在する。当時、江戸を外国船から守るために、暴走半島にて、解剖警備に当たっていた白川藩はその、財政的負担に苦しんでいて、松平定長は、老中、水野忠明に、白川藩と、ほぼ同規模で、 房総半島に近い下も国桜藩への違法を希望した。これに驚いた桜藩主、堀田忠しあは若年寄りであった一族の堀田正厚と相談して、水野忠明や将軍、家成の父で、孫悟事件において松平定信と対立していた一橋春沙らに違法阻止を懇願した。その結果、水野忠明や東山影区には桜藩が、 白川藩の解剖任務を引き継ぐこと、その理由付けのために、白川藩を江戸や暴走から遠い桑名の地に転保させることで、話を収集させた。これについては、当時の白川藩側の資料にも、転保願いでの理由は、暴走警護は、部門の面目でありこれを果たすためであったのに、思いもよらず、桑名への転保を命じられたと記されており、 松平定長にとっては桑名は希望する違法先ではなかったことを裏付けている。なお、定信自身が望んだ違法であるが、定信本人は高齢のため桑名に入部することなく、文政十二年に七十二歳で江戸で死去した。松平定長から定道まで藩主となった松平定長は犯罪制の再建に取り掛かり、文政七年からは十年の期限で、 藩士の治療を削減した。しかし、文政十二年には、江戸八丁堀の神屋敷が累承し、その後も、幕府のお手伝い武士を命じられて、藩財政はさらに悪化した。定長は、桑名の大商人や大阪商人からの借財と、雇用金でしのいでいる。なお、大阪で発生した、大塩平八郎の乱に触発されて起こった幾多万、の乱では、桑名藩領として、 越後にあった魚沼、狩は三島、神原など四軍の飛び地を統括する、柏崎陣屋が襲撃されており、いくたら六人全員が死亡、桑名藩も三名が死亡している。佐田永は、天保九年に死去し、長男の松平忠氏はが、第二大藩主となる。定和も、財政の再建に努めたが、在任三年足らずで、天保十二年に死去した。このため定和の長男、 松平貞道が第三大藩主となるが、その時代には水害に見舞われた。幸いにして豊作が続いて、藩の米像が満杯になり、釈在をすることも5年間はなくなった。しかし鉄大武神に、江戸屋敷の類相、安政の大地震による被災と災害が相次ぐ。しかもこの貞道の時代に、幕末の激動期に突入し、 暴走沿岸の警備や京都警備などを任命されて、犯罪政は、ますます苦しくなり、その最中で、安政6年に休止した。なお、桑名藩領は、表高は11万国であるが、実高は、桑名本領地は8万3000国、越後柏崎が5万9000国の14万国であった。また、天保の改革で、水野忠国や鳥居養蔵に排斥された。 南町奉行の矢部貞則は、桑名藩に預けられて絶食して噴死している。松平貞明と幕末の動乱が4四代藩主、松平貞明とは、伏見の戦いでの戦闘を描いた絵。和装と洋装とが混在した服装で、槍や剣付小銃を手に突撃する桑名藩の不評が描かれている。援護射撃を加える、左奥の集団も、桑名兵とある。 高須四兄弟左から松平貞樹、松平片森、徳川持長、徳川義勝松平優の死後、家徳は、幕末の田地と何のため、着手の万之助では無理と見られて、美の高須藩松平家から松平貞樹が、初姫の婿養子として、第四大藩主に就任した。この貞樹は、後三や筆頭の終わり藩主、徳川義勝や徳川持長、合図藩主、 松平片森や岩見浜田藩主、松平竹明の実定にあたる。貞明は、将軍、徳川家持と同じ高下三年生まれであったことから、家持と仲が良く、厚い信任を受けた。源氏元年には、京都諸子代に任命されるが、この際に弱年であるからと拒絶したものの、実刑の片森が、京都市五職にあったため拒絶しきれず就任した。貞明は、 片森と兄弟のコンビで兄を助けて、京都の治安と最国の監視監督を務め、池田屋事件や、金門の変はこの兄弟の時代に起こっている。二階の長州政党や、天狗党の乱でも、京都の守備を務めた。京都において、片森・貞佐明兄弟が、金利御主営総督となった一橋家当主、徳川義信と協調することで成立した。 政治体制は、一栄僧政権と呼ばれる。一栄僧は、公明天皇からの信任を背景として、江戸の幕角からも独立して、権力を行使したが、それだけに、長州藩はもとより、薩摩藩からも、打倒目標とみなされるようになる。さらに、第二次長州政罰への対応をめぐり、吉信と合図、桑名両藩が対立して、一栄僧体制が瓦解する。 その後の公明天皇の崩御により、合図、桑名両藩は、京都政界での足掛かりをほぼ失うこととなった。王政復古後の正午書会議は、吉信と改装を排除して行われたが、この会議では、京都書次第、京都市ご職の免職も当初の議題に含まれていた。しかし会議中に、松平貞明は、京都書次第を自ら辞職し、片森も、 同様に、京都守護職を辞したため、会議結論の辞職要求は、徳川義信に対するもののみとなった。この後、京都駐在の海装両藩の兵力の扱いが問題となり、徳川義信は両藩主を引き連れて、大阪に引き抜くことで一旦事態を収集したが、江戸の薩摩藩邸焼打ちの方が入ると、旧幕府と海装の将兵が激行して、 武力上落への流れとなる。蕎麦、伏見の戦いでは、合図、ク名ナの反兵が主力となって、薩摩、長州と激突した。兵力では、幕府軍が有利であり、さらにク名ナでは、軍政改革が行われて、近代様式の軍隊となっていたが、肝心の首脳部が、旧体依然とした老職で占められていたために、荒井義次郎の奮戦も虚しく、実力を発揮できずに敗れた。 この時のクワナ兵の死者は11名、さらにサダアキは大阪城まで撤退して、城の守りに兵をつかせていたが、徳川義信が単身で、関東への敵前逃亡を図ると命令で、それに同行することを余儀なくされた。クワナ本国では1月3日に、薩摩討伐の命令が届けられ、出陣の準備を進めていたが、7日以降になると敗戦、藩主の江戸脱出が知らされ、 クアナは大混乱となった。当時、ルスを守る、筆頭重心は総裁職の堺孫八郎であったが、堺は1月10日夕方に15歳以上の藩士及び隠居に総都上を命じ、今後の対応策を協議した。対応策として出されたのは以下の3案であった。新政府軍への強順、改造する、強順論改造して、前藩士が江戸の貞明に合流して、 今後を決定する海上投下論新政府軍に抗戦して、牢情を辞さない主戦論協議は紛糾して意見がまとまらず、やむなく、堺は反祖の親善においてくじを引いて、それに従うことになり、その結果、海上投下論に決した。しかし、先の見えない海上投下論そのものに対する不満に、加え、徳川家への忠義や新政府への不信から主戦を、 唱える者、戦いを無謀と考えて、標準を唱える者は納得せず、特に、江戸時代以前から、桑内帯に住んできた、少量首相の末裔とされる歌詞の中には、標準論へ転向のために、実力講師を計画する動きがあった。1月11日、そんな歌詞の一人である、八田半左門は同志を集め、仙台、優の実主である、松平正史を新藩主として擁立し、 共準すべきであるとする決議をまとめ、翌日堺井ら重臣たちに決議を突きつけた。これを知った他の共準派も次々と同様の要請を行い、主戦派もこれに対抗する意見を出した。そこに、桑名藩が朝敵に指定された方が入ると、議論は強存論に一気に傾いた。ただし、実際問題として、佐田明が京都諸市大として重職にあったため藩の財政は、 日の車であり、軍病も主力は、とは、伏見の戦いで敗れ、桑名にいたのは、老養兵五百名に過ぎず、交戦は、不可能に近い状態で、堺らは、優の性質であった受講員の指示を取り付けた。この際に、あくまで降ることを、潔しとしない三十名ほどが脱藩して、定明の元に走った。井孫八郎はただちに、終わり藩の終戦で教順も新政府に認めて、 もらおうと作するが、終わり藩の領内不穏の情報により、伊勢亀山藩へ、終戦先を変更し、折しも地規であった薩摩藩の海江田信ブヨが、東海道軍の参謀として、同藩を訪問すると知るや、直接海江田と交渉を行った。その結果、提京と、重心、とは、富士見の戦いの参戦者で、桑名に帰還した者を連れて、四日市の東海道陳部総督、 橋本実とのる寮の下に出頭することになった。1月23日に提供以下が出頭すると、城の明け渡しと前半死が場外の寺院で禁止することが命じられ、その保証のため提供が光明寺に遊兵されることになった。堺は半尊族のためこれを受け入れ、桑名城は1月28日に無欠会場となった。一方、江戸に移った佐田明は、 兄の片森と共に交戦を主張したが、徳川義信が強順派に回った上に、自らの責任を貞明と片森らになすりつけ、2月10日にはついに二人を途上禁止にするありさまであった。義信にまで見捨てられた貞明は、飛び地である越後柏崎に入って、兄の片森と共に交戦の意を固めた。なお、これに先立つ1月29日には、 ク名ナから提供要立とク名ナ上会場決定の報告を受けて、決定に従う旨を本国に伝えているため、当初は、藩の標準決定に従う心積もりであって、高専論に転じたのは、柏崎移動後と見る見解もある。この逃亡の際に佐田明は、会津藩、さらに、越後長岡藩の河合継之助らと、公主同盟を結んだとされている。ク名ナ藩は、 藍津藩など旧幕府軍と共同して、辰巳勘三郎など一部の藩士が関東各地を転戦し、宇都宮戦争でも敗れはしたが奮戦した。一方、桑名城及び領地は、東海道筋最大の藩であり、かつ藩主、佐ダーの親戚である、尾張藩の管理下に置かれ、堺・孫八郎以下重心から足軽に至るまでの、在クワの藩士771名が、 上下の八ヶ所の寺院に収容されて禁止することになった。これらの寺院は近接しており、これはバラバラに遊兵されて連絡が取れなくなることを恐れた堺ら藩主脳が先手を打って新政府側に提案した策とされている。堺ら重臣は新政府によって遊兵状態にある提供を新たな藩主として有名を得て藩を存続させることを目指しており、 禁親中の藩主たちを密かに、京都や江戸、柏崎に派遣している。前者は、桑名藩の有名工作を、後者は有名の説得材料として、前藩主である貞秋の帰国を促すものであった。当時、藩主たちは禁親処分中であり、状況によっては新政府に重罰に処せられる、可能性があっただけに、命がけの役目であった。また、同藩主出身の総局士、 正村田元氏らクアナの領民の中にも、酒井ら重臣と連絡を取り合って、工作に当たる者がいた。こうした工作のうち、先に実現したのは前者であった。古4月3日、新政府は近親中の藩士の監視に当たる尾張藩、あのうつ藩の嘆願に応える形で、藩重臣ととば、伏見の戦いの従軍者以外の藩士については、自宅近親に切り替えることとなり、 クワナハミ有名に向けた第一歩となった。しかし同時に、サダキが降伏しない限り有名はできないことを改めて示した。うる4月29日、提供が遊兵先の四日市からク名ナに戻ることが許され、堺ら重心が禁慎していた本当時で引き続き、禁慎することになったが、これによって、班長の機能が復活することになった。本当時の班長は十月に、 提供のクワナ居住が認められるまで続いた。その後、戸バ、伏見の戦い後に、大阪で謹慎していた、藩士や、江戸、柏崎にいて貞明と行動を共にせず、クワへの帰還を望む者の帰国問題も浮上するが、戸バ、伏見の戦いに参加していた、藩士の身を寺院に謹慎させ、他の者は自宅などで謹慎させるなどの措置をとっている。これは、 会場後の桑名本国の藩士たちが教順の姿勢を見せていることや、干渉員を出している、尾張藩、あのうつ藩の経済的負担を考慮したものであった。一方、柏崎では、加労の吉村権左衛門が、標順派として強い牽制を誇っていた。吉村は、藩祖の松平定綱が五千国で招いた、吉村又左衛門の子孫である。当代の権左衛門は八百国であったが、 サダキから主戦派の山脇重左衛門を遠ざけた。さらに、吉村が柏崎の前半死を連れて、桑名に戻り共順しようとする計画を知ったサダキは、山脇と結託して、吉村を暗殺した。皮肉にもこの日は、桑名本国では、桑名派有名に向けた、新政府による観点の第一弾が行われた。 日であった。こうして、柏崎の桑名兵は、主戦派が実権を握り、山明や立見が中心人物となって、雷人隊など4体が結成された。この桑名軍は、旧幕府軍最強としてその名をとかせ、旧隊依然としたカローラーを排除して、能力優先の革新的な軍隊となった。この軍隊は、高田藩から進撃してきた山形有友率いる、 新政府軍をゲー戦争で撃破し、その後も各地で新政府軍を破ったが、友軍の長岡藩、藍津藩などが破れて、重要な拠点である時と柏崎を放棄せざるを得なくなる。新たに妙法寺を拠点とした桑名軍は、立ち見の活躍により5月には、兵の損失皆無で新政府軍を赤田北方で破っている。長岡戦争でも、朝日山合戦で、 立ち見は大いに活躍し、東山道軍り参謀で、松下孫塾出身の時、山大八を打ち取って、新政府軍に大打撃を与えた。しかし彼らの活躍は、結果的に、桑名本国の藩士たちの謹慎を伸ばすことになり、主戦論が占める佐田明周辺と共順論で固まった、本国の間に溝を深めることになった。その活躍も長くは続かず、立ち見と共に、 優秀な指揮官だった河合が、戦死。さらに、柴田藩の裏切りで新政府軍が、カイロから新潟に上陸するに及んで、戦線は破解した。サダは、兄の片森を頼って、会津に落ち延びた。会津戦争でも桑名軍は、会津軍と共同して、激戦を繰り広げ、立ち見は自ら抜刀して、薩摩軍と戦うほどに奮戦した。その後、佐賀江で最後の決戦をした。 辰美楽穴アナ軍は、省内藩の軍勢と共に降伏した。合図から、さらに逃亡を続ける佐ダーは、なお、一式道太郎と改めて、江ノ本武明と共に、函館に渡った。この際に、佐ダーに随住した十七人が、土方都三の新選組に入隊している。一方、藩の存続のため、佐ダーの身柄を新政府に差し出す必要があると、判断した。 坂井孫八郎は、自ら五両閣に乗り込んで貞田明を連れ出す決意をし、11月4日に桑名を出発して、東京に入り、そこから、終わりと新政府の了承を得て12月24日に、江戸地へ入り、翌年1月1日に貞田明と面会するとともに、江本武明、土方歳三、板倉勝清らに貞田明の引き渡しを要求した。4月になって、 新政府軍が五稜閣に迫ると、堺は佐田明を強引に連れ出して、船に乗せ、堺は先に東京へ入って、佐田明を出頭させる準備を始めた。佐田明は上海にまで密航逃亡したが、ロギンがつきて外国への逃亡を諦め、新政府に降伏した。桑名藩の存続決定と終焉明治元年10月9日に、松平正卿が上司として、 クワナ城に居住することが認められ、11月19日には、戸場不伏見の戦いの従軍藩士に対する謹慎も、自宅謹慎に切り替えられたことで、別の深刻な事態が発生していた。9月25日に開かれた、新政府の会議で、参与である、木戸隆義は、クワナ藩の国元がいくら教順していても、サダキ主従が抵抗している限りは、 他藩や新政府軍の兵士の心情を考慮すれば、上理上有面は不可能であると述べている。一方で、1月からの長きにわたる提供や境以下、藩士の標準に対する観点は、提供の桑名入場、戸場、伏見で新政府軍と交戦した藩士の自宅謹慎への切り替えによって、それ以上与えるものがなくなってしまい、標準者に対しては、 寒天で報いるという条理も行き詰まってしまったのである。さらに、クワナンの有名の遅れは、その上地を預かる終わり藩の負担にもなっており、堺孫八郎が函館からサダアキを連れ戻そうとする工作には、終わり藩氏も加担したとされている。それだけに、明治2年4月のサダアキの投稿は、クワナンの人々のみならず、新政府としてもクワナン有名の口実ができたことで、安堵させた。 小村田本氏が信仰の厚い大久保と道に直接桑名藩有名を嘆願したのもこの時期のことである。8月15日に桑名藩に対する処分は決定され、松平正教の教順をもって取り潰しは免れ、所領を11万国から6万国に減らした上で与えるものとされた。8月23日に尾張藩などの兵は桑名から撤退し、 9月20日には、提供を正式に地販時に任じて、15位に除することになった。貞田明は新政府に降伏すると、東京で取り調べを受け、明治4年3月14日に、桑名に移され、明治5年1月6日まで禁止を続けた。その間、明治4年の廃藩地県で、桑名藩は廃藩となり、桑名県、あの津県を経て、三重県に編入された。 クワナ藩士は、廃藩置県から2年後に、六高交付が廃止されて収入が断たれると、下級役人や教員、軍人に休職した。しかしクワナは、朝敵となったことから、言われなき差別を受けて、肩身の狭い思いをしており、西南戦争では恨みを晴らすために400名もが、出征している。明治時代には、地の利を生かし、 福国教兵の軍需産業の活発化に乗じて、重工業が大いに発展した。桑名は、藩の成立前から、落資性が敷かれ、重学の都と呼ばれて繁栄していたが、藩が成立して、本田忠勝が、営長期に、周到な町割りを実施すると、商工業者が呼び集められて、城下が、経済的に発展することを最重要事とした。芋野市や河原市、東港などには、 住居が与えられて税は免除、苗字建てが許されるなどの保護特権が与えられ、商工業者は町割りの際に、同業者を集めてそのまま油町、高野町、加地町,町、鍋屋町、魚町、船馬町、風呂町、天馬町が誕生し、その町名がそのまま現在まで続いている。桑名で商業が盛んになった理由は、東海道の要衝であることと船便の良さに、 求められる。農業に関してもク名ナ米は、品質有料で、ク名ナは、鮮秉で、全国有数の米州産地でもあったが、江戸時代になると米取引所まで開かれて、その相場は、江戸や大阪にも、大きな影響を与えた。また、ク名ナ米は、近隣諸国の酒造には欠かせず、争って使用されたため、その価値は、大変高かった。江戸時代中期に、 江戸が大正一市になると、桑名米や幕府領のレング米は、桑名に運ばれた上で、江戸と大阪に運ばれている。松平定綱が藩主になると、定綱が地場産業を奨励して、自ら何度も巡視に訪れたこともあり、果樹に上酒、名茶などの特産が新たに生まれた。これらも桑名が交通の要少地であったためで、木材などは、キスやヒダ。 伊勢南部にキーから集められて中山地となっている。幕府による参勤交代が定められると街道が整備されたが、ク名ナも例外ではなく陸上、海上交通が盛んになった。三船奉行が設置され、ク名ナには大小の海船が十数層があった。他の漁船や大小の船を合わせると三百艘は優に超えていた。このためクワナには、 初代名が投入するための上宿の本陣や脇本陣が作られ、一般の旅客が宿泊する旗子も120軒もあり、東海道でも有数のに賑わいとなった。桑名の名物として有名なのは海産物のハマグリである。富田の焼けハマグリなど桑名半量のハマグリは殻が大きく肉厚で極めて美味であった。これは、 木曽川や伊比川の河口が淡水と海水の混じり合う場所で栄養豊富であり、かつ深いデーがあって、ハマグリの成長に適した場所だったためである。そのため、ク名ナハマグリは、徳川家康をはじめ歴代将軍にも献上された。当時は、小ハマグリが主流であり、街道沿いの茶屋では必ず売られて、旅人は必ず焼きハマグリを食したと言われるほどであり。 殻の形や色合いも見事で買い合わせや、公約の容器としても珍重された。また、しぐれはまぐりは、微味な保存食として有名となり、販路も広かった。陶器ではバンコ焼きが主流となったが、これは製品にバンコあるいは、バンコ不駅の落印を押したためであり、幕府の御用も務めたほどで、江戸バンコとなり、その後も各地に技術が伝わって、 それぞれの地名を冠した番古焼きが誕生した。東欧県では徳川家にたたりをなしたとされる村政が伊勢片中寺の元祖である。村政は切れ味抜群で比類なしと称えられたが、このたたりのために徳川時代には礼遇された。ただし幕末には死守からその伝説のために愛用された。他に現在に伝わる名産品として安永餅や タガネせんべい、チビールとして、ジョバ、青州ではジョバに彼か,かは、久しっぱがある。ク名ナでは、江戸時代中期までは、あまり文化的には、発展がなかった。しかし松尾芭蕉賞が三度ク名ナを訪れて、ク名ナで数度化を読んでいることが、文化発展の端緒となる。極低バーキンも、ク名ナを訪問しているが、この際に、ク名ナの徘徊を酷評している。他にも、に、 清川八郎、河井継之助などが訪れるなど、著名人がたびたび、桑名を訪れた記録が多い。著名人では他に、坂本龍馬、江戸遊学途中の吉田松陰、シーボルトなども、桑名を訪れている。桑名藩主に、松平定長が就任すると、道のく白川藩をもだった定信により、創設されていた藩校の立教館がそのまま、白川から桑名に移っている。 教育内容は、国学、漢学、史科、文学など多岐にわたっていた。桑名は、江戸時代前期から元禄にかけて人口やや数が増大し、ピーク時には1万3千人を突破したが、元禄以降は伸び悩んだ。これは、緊縮財成果による増税や災害、基金の多発で子供の養育が困難になり、また、日本全国で間引きや打退が行われていたためであり、 農村でも離農者が多かったためであった。普代十万国、ただかつただまさ審判十一万国、十一万七千国、十一万国、十一万三千国、さだかつさだゆきだつな定量定住審判十万国、ただまさただときただしけ中高、ただかず中翼中、京審判十一万三千国、六万国さだなが、定かずさだみちだあき、京都諸子代、提供上記のほか、 腰軍17村、魚沼郡軍20村、狩リ郡三31村、カンバラ軍144村の幕府領を預かった。ありがとうございます。